コレジオは、生殖者育成のための神学校である。コレジオとも言う。競技では、イエズス会によって1581年に、文語国府内に設置されたものを指す。その施設は、島原の数差を経て、熊本の天草、その後長崎に移転した。現在は、 旧長崎大使教館に設けられたカトリック、長崎大使教区が運営する司祭を目指す、新学生の寄宿学習施設、長崎コレジオとして名を残している。天正県王少年施設の来訪を伝える、印刷物、1586年伊藤は右上、中浦は右下、千々和は左上、原は左下1579年に巡殺しとして、 日本を訪れたアレッサンドロ・バリニアーノは、当時の日本地区の責任者であったフランシスコ・カブラルの方針を改めて、日本人聖職者育成のため各地に教育施設の設置を進めた。府内のコレジオは、1580年にアリマとアズチに設立されたセミナリオ、同年に薄木に設立されたノビシャドと共に、その一環として設けられたものである。当時、 府内は、キリスト教の有力な被護者であった、大友義重の本拠地でありに家督を、息子の大友義宗に譲り、薄木の入刀城に教を移して二元統治を行っている、日本におけるキリスト教不教の拠点として、宣教師が滞在し、数多くの信者を抱えていた。府内に開設されたコレジオでは、聖職者育成と、 一般教養の両方の教育が行われ、キリシタンに改修した氏族や宣教師を志す日本人、外国人に対して、キリスト教、ラテン語、音楽、数学などの講義が行われた。また、ヨーカタケンパウロなどにより、外国人宣教師のための日本語の講義も行われたという。ポルトガル王国出身の宣教師、 通訳で日本に関する重要な著作を残したジョアン・ロドリゲスは薄木の伸びシャドを経て、府内のコレジオで学んだとされる。しかし、府内は1586年に島津家久による焼き打ちに遭い、壊滅。コレジオは、その後、1590年に島原のカズサに移った。カズサでは日本初となる活版印刷機を導入。以降、コレジオでは、 キリシタン版の出版が行われた。コレジオは1591年5月、さらに奥まったところに潜伏するために、カズサから天草に移動した。この時の移動には、有力キリスト教と領主等の勧めがあった。折から、インディア副王への秀吉の編書を、少しでも教会に対して穏やかな内容に、修正してもらう交渉をしていた最中であった。天草国人一揆で、 小西幸長と加藤清正の連合軍に敗れた天草久氏が、講和し、小西の家臣団に組み込まれた後、領地を安堵された。天草コレジオは、天草氏が提供した家屋といえずスカイが所有していた、風をもとに作られ、大村の修練院も同地に移された。コレジオが天草にあったのは1597年9月、または10月まで存在した。 天正剣王少年施設の伊藤万氏を、原マルティニオ、中浦ジュリアン、知事はミゲルなどもそこで勉強した。グーテンベルク式の金属活字印刷機で、ラホビ大役辞書や、平家物語、エソポノ、ファブラス、など文学書や新人書など12種類が刊行された。そのうち、平家物語は、序文の、読書の人に対して書すから、作者はイルマン、フカン。 ハビアンとされる。交互の対話体に編集され、一つの遺本とされる。外国人宣教師などに、日本の歴史や日本語を習得させるために作成されたものという。アマクサコレジオの委員長は、カステリア人のパードレ・フランシスコ・カルデロンそして1596年には、副委員長だったポルトガル人で、パードレ・ディオゴでメスキタが就任した。 1591年10月6日時点で、天草コレジオ居住者は、パードレイルマン合わせて、約60人。同宿重木合わせて60人以上で、合計120人を超える規模だった。コレジオと修練院が同じ建物で、教室、個室、共同部屋などがあった。また、用務部屋には、食料倉庫、調理、食堂などがあり、そして印刷所があった。 教育内容は、ラテン語や両親問題、要行、日本語の学文などを学んだ。サンフェリペ号事件を契機に始まった迫害への対策で、1597年10月頃、天草コレジオを取り壊して、印刷機と共に、長崎に移動した。天草でのコレジオの位置については、本土、川浦など諸説あり、論争が続いてきた。 天草伊豆守る種本の本土城下やその周辺にあったとするこれまでの説に対し1958年に今村義孝が新聞にまた鶴田倉蔵が熊本市学に天草学林河内裏説の提唱を発表し論争に火がついたそれによるとルイス・フロイスの日本史など外国文献から当時宣教師たちが指す天草は 本土ではなく、河内浦であって、天草コレジオは、河内浦に、天草久氏が誘致したとする説である。1985年には、本土町本土馬場,場の高知山ため池から十字架を刻んだ石碑が見つかる。天草郷土資料館の西木道広館長が、コレジオ跡地ではないかと新聞に発表した。錦戸館長によると、天草軍資料の天草化上氏 第四号地行目録類の本島百姓中に当てた、小西幸長花王の書簡に、天草殿を本当の大官にしたから、その下樹に従えとある。1590年の日本イエズス会、第二回総協議会で、天草の、前諸島の中央に位置する本土の城下に本拠を置く、との決定事項がある。このことから、天草久氏は、小西行長の家臣団に組み込まれた後、 川浦から本土に中心が移り、本土に、これ塩ができたのではないかと主張した。川浦説の候補地だった旧川浦、中学校校庭は、洪水被害が頻繁に起こり、ここは不適だと撤回。その後、河内浦古城山の天馬宮境内や一丁台の安陽寺ではないかと推定。安陽寺は1990年、自社再建のため境内を整地したところ、 河内補助から出土したものと同じ中世の弾きや、政治、白磁の破片などが出土したが、キリシタン遺物は出なかった。また墓地に、島原、天草の乱語のものだが1667年没と、刻まれたキリシタン様式の墓碑と推定される、青木玄太夫の墓もある。一方、本土説の候補地は、 本土町の丸尾が、岡谷本土町本土馬場の高知山ため池付近などがある。東向き寺出土とされていた天草郷土資料館、急増、これ塩の鐘は、同館の調査によると、東京国立文化財研究所の科学的分析で、鉛同遺体比測定し、東アジア以外で作られたとの結果が出たが、 制作年代が不明のため、イギリスの国立博物館で、ビクトリアアルバート博物館に鑑定を依頼したところ19世紀のもので、1840年から1860年に作られた聖堂の胃物であり、天草コレジオとは一切関係がないことが分かった。後に、西木戸の東向き寺湿度を否定している。 本土町の丸尾が、丘と河浦支所横の公園には、それぞれ天草コレジオ跡を歌う記念碑が建てられているが、天草市は、コレジオは、ここ、という公式見解は、持っていないとの立場を示した。しかし、2001年6月、長崎市にある、日本26成人記念館の有機領語、元館長が発行した冊子、天草コレジオに、 フランシスコ・ロドリゲス神父の記事の訳文を示し、川浦にコレジオがあったとして、疑問の余地がないと発表を。しかし出展先に記事はなく、原文の公開を求めても、資料を提供してくれた友人が亡くなり、連絡が取れないとの理由で、資料は公開されないまま2008年、勇気はなくなる。その11年後の2019年11月から、 インターネット放送局の天草テレビが調査報道の過程で、その古文書は大英図書館に所蔵されていることを突き止めた。東京大学資料編纂所書の記録によると1988年頃には、すでに大英博物館ではなく、大英図書館が所蔵していたことも分かった。写真を入手し、慶応義塾大学の高瀬光一郎名誉教授に解読を依頼。 2020年2月9日、地元の研究からで作る天草キリシタン研究会が、西日本新聞に発表した。高瀬の訳によると、天草の内の河内の裏という地では彼らは、慰められた。そこは迫害の時に、永年にわたり、これオが、ひっそりと存在した地であった。と書かれている。所在地について、現在の熊本県天草市川浦にあったことを示す。 資料で具体的な地名について研究した文章の原本が確認されたのは初めてとなる。また2020年10月発行の甘草テレビ出版、編著甘草キリシタン10の謎で原本の写真が初めて公開された。さらに甘草テレビは調査報道の過程で2020年3月にオーストリアのウィーンにあるオーストリア国立図書館で新資料を発見。 天草キリシタン研究会で2020年4月20日、同局の番組と、さらに5月11日に、西日本新聞、同年6月4日の朝日新聞で発表した。この資料は、イエズス会宣教師のルイス・ピニエイロが1617年に、スペインのマドリッドで出版したスペイン語の書物、我々の精神鉱が、日本小王国において得た成果の報告だ。 巻末には、イエズス会のパードレたちが日本に所有していた風、レジデンシア、および迫害で失われたもの、その移動についての一覧の中に、日後国、河内浦には、コレジオがあったと書かれている。一方、本土は相、スモ久玉、大屋野と同様に、レジデンシアがあったことが書かれており、本土に、コレジオがあったとは書かれていない。高瀬光一郎は、天草コレジオが、 川内浦に所在した証拠の一つになる。跡地論争に関してはもはや議論の余地はないとした。フランシスコ・ロドリゲス神父の1601年度イエズ・ス会年報とルイス・ピニエイロの著書庫の二つの資料は川浦説を決定づけ60年以上続いた跡地論争に終止符を打った。また、1959年7月、熊本市学に 天草学林川中裏説の提唱を発表した天草キリシタン史研究家で熊本県宇城市の鶴田倉蔵が2020年4月に老衰のため熊本市内の病院で死去した。去年97歳だった。天草テレビは面会した家族が証拠百件の知らせを伝えると指でピースサインをした後ありがとうとかすかな声で喜びを伝えた。 そして二つ目の証拠が発見されたことを伝える。天草テレビの番組が公開された二日後、結果を見届けたように息を引き取った。と伝えている。今後はこれを裏付ける国内資料や考古学の遺物や遺構の発見が鍵となる。以下、発行年順。ありがとうございます。